こちらのあのスタジアムですね、1978年、昭和53年に、まあ、創立され、今年で45周年を迎えました。で、こう、グラウンドの大きさ、ちょっと小さくてですね、12球団の中では一番小さな球場となっておりますが、皆様もご存知の通り、2021年に東京オリンピックがこちらの球場で開催された関係で、レフトウィングとライトウィングの方が増設され、2万8000人しかこう収容できなかったスタジアムから3万4000人収容できるスタジアムで、今12球団の中では7番目の大きさとなりました。ただですね、今年、まあ、満席の日が続いたりですとか、超満員でのスタジアムが、まあ、コロナ明けてこう戻ってきて、すごくこうにぎわいあふれるようなスタジアムが今年は、まあ、戻ってきて嬉しい、私たちも嬉しかったなと思います。そうしましたら、今から皆様行きますのはですね、ディスカバリーデッキの方ご案内いたします。8階分の高さにあたります。両脇ご覧いただくとですね、あの照明塔が真横にあるような、本当にこう高さが分かるような場所となっております。で、今日はちょっと曇ってるんですけど、天気がいいとですね、左手側の三塁塔の方からちらっと富士山が見えるんですけども今日はちょっと曇っててちょっと見えないかなっていう風になってます。で、こちらはですね、あの普段プロ野球の日には皆様の両脇にあります、こちらの方でバーベキューを楽しめるお席になっておりまして、こちら30席ございます。で、夜になりますと正面がみなとみらいの夜景が楽しめるということで、まあ、500円の観覧料をいただいているんですけども、こっち。ホテルじゃん。ホテルじゃん。ホテルじゃん。8人のお部屋でどれぐらいすると思いますかね一試合だいたい33万円となっておりますで、こちらが一番小さなお部屋で、あとは10人のお部屋で44万円、16人のお部屋で、あ、もうそうですね、55万円ほどの、なのでこう仲間とこう集めていただいて、まあ、1人5、6万円
で、ご飯の方がですね、横浜駅西口にあるシェラトンさんが実際にここまでお料理を持ってきてくださって、ルームサービスもしてくれるようなお部屋になるんですけども、ご飯やドリンクは別料金になりますのでちょっとそうです、仲間と集まってちょっとリッチにこちらから観戦していただきたいときに、こちら30部屋3階と4階合わせてあるうちの、15部屋ほどは年間を通して企業さんが買われております。で、残りの15部屋を一般の方向けに開放しておりまして、なのでこう機会があれば皆様ももしかしたら買えるというような、こちらは仲間募ってお金を出していただければ皆様もご利用できるようなお部屋になっております。しましたら、したいのがこちらの乗る場所ですね。実際に選手が上り下りしてた際のスパイクの傷などがお当時のまま残されておりますので、ぜひお近くまで行って見ていただきながらお写真の方もお撮りください。使われてたバズーカ号になります。こちらから選手カラーボール投げ込んだりですとか、試合中もよくこうボールの投げ込みで使われてたバズーカ号になります。で、隣がスターバン号で、この隣が生成量カレーを売ってるキッチンカーになります。スターバン号はですね、こちらにスターバンとキララさんが飲んで、実際に小学校や幼稚園などにご訪問したりするので、街中で会う機会ももしかしたらあるのかもしれませんが、オフシーズンはこちらの方で全て保管されております。そうしましたらですね、こちらのご説明に入ります。こちら正面受付といいまして、横浜スタジアムの玄関に当たるような場所になります。取材に来られた記者の方であったりですとか、その日にこう始球式に出られる、タレントさんなども必ずこちらの後ろの方のところでパスを受け取ってからですね、自分の行く場所に向かいます。あとはですね、こう引退試合などあるとお花の方が各所から送られてくると思うのですが、お花もこちらに置かれるような場所になっております。で、今までの歴史の中で一番すごかったお花の量というのが、現在の監督である三浦大輔さんの引退の日はもうこちら埋め尽くすようなお花の量が送られてきまして、そちらにあります階段の方までこうずらっと、で、花の香りがこう上に広がるぐらいですね、お花が飾られてたというエピソードあります。こちらもですね、こう普段は一般の方には開放してないエリアとなりますので、ぜひお写真撮ったりですとか、こちらの空間をお楽しみください。はじめにですね、中継室になります。中継室、横浜スタジアムには3部屋ございまして、こちらのお部屋が一番広いお部屋となります。こちらの方からですね、こうテレビカメラ入って中継を行ったりですとか、そういったことを行っておりますので、ぜひこちらからお写真の方をお撮りください。
次はですね、ビジターのロッカー参ります。こちらビジター側の通路ですね。普段は記者の方も入ることもできないような通路となっております。今オフシーズンなので特別に一般の方にもご覧いただけるような形になりますので、ぜひ貴重な機会です。ご覧ください。スター選手がバッティングのフォームとして大きな鏡が中ですね、椅子などにもお座りいただいて大丈夫ですので、ぜひビジター選手の気分を味わってみてください。普段はですね、ビジターチームの選手の皆様がご利用されるということもあり、比較的こうベイスターズ側のロッカーと比べてシンプルな作りになっております。ただですね、シャワールームがちょっと本日は行けないんですけども、こちらの方にシャワールームございまして、こう銭湯のような作りになっていて、大きな湯船を囲むようにこうシャワーがあります。でベイスターズ側のシャワールームにはサウナがついているのでちょっとビジターとはまた違った作りになっておりますが、こういった椅子に座ったりですとかロッカーに入る機会というのはなかなかないと思いますので、ぜひ皆様お楽しみください。あとはですね、こうビジター選手にも目玉チャーハンが人気でして、こちらからの出前を取れるような仕組みにもなっておりますので、皆様が球場で食べている目玉チャーハンはビジターの選手もここで食べることができます。足元の方暗くなっておりますので、十分こちら側は三塁ベンチとなっておりまして、ビジター選手のですねベンチになります。ちょっと暗いのですが、皆様の後ろにございますあちらのモニターがですねブルペンつながっておりまして、様子があそこから見えるようになっております。あとは後ろのですね電話がですねレフトブルペンとつながっておりまして、こちらを開けるとレフトブルペンの方にもすぐ伝わるような、そういった電話になっております。で今の時間帯はですね、こう夜の部に切り替わって、夜はこうベンチ入ることできないので、まあ、もし皆様17日まで機会がありましたら、日中もこちらは開放しておりますので、ぜひ昼のベンチと夜のベンチどちらもお楽しみください。こちらですね、駐車場エリアはシーズン中はですね、選手であったりとか関係者の方、記者の方がこちらに車を止めるようなスペースとなっております。現在オフシーズンのためちょっと空いてる場所ですねあるのですが、シーズン中はもう向こうまでずらーっと高級車が並んでおりますでこう一昔前まではベンツであったりとかが一般的だったんですけど、現在はアウディや BMW、そういった車種がですね人気なのかなというふうに見て取れます。
まあ、こちらも一般の方には開放してないエリアとなりますので、ちょっと皆様の貴重な、ちょっと今は選手の車はないかもしれないんですけどもこちらもお楽しみください。あとはですね、右手側の出口、駐車場出口からですね、あの選手、試合を終えた選手がこちらで車乗り込んで出口の方から出庫していくような流れになります。こちらの駐車場を抜けますと、皆様が普段あの球場内で、ま、飲んだりですとか食べたりしているような飲食物をですね、保管する冷蔵庫であったりですとか、売り子さんの控え室がございます。こちらからですね、食材を調達して皆様のお席の方まで運んでおります。今からブルペンの方に参りますが、お足元が大変狭くなっておりますので、十分お気をつけの上お進みください。お足元の方お気をつけください。こちら狭くなっておりますのでお気をつけください。スターズのリリーフの投手がこちらの方で、まあ、投球練習を行って、まあ、こちらからあのマウンドの方に上がるような形となる場所です。でこちらはですね、まあ、普段の開放されてないエリアになるんですけども、あの横浜大洋ホエールズ時代からファンの方とかっていらっしゃいますかねあのあちらの正面の鏡が横浜大洋ホエールズっていうロゴが入っておりまして、その時代から使われているような鏡も置いてあるような、本当にこう歴史ある鏡もあって、すごくこう広場になっております。で現在ちょっとイベントしている関係でこちらのものがあるんですけども、周りの方からですね、全然あの写真とかお撮りいただいて大丈夫ですので、皆様こう最後のエリアになりますので、思う存分お楽しみください。本日ちょっと見学することできないのですが、皆様の後ろにですね、屋内練習場がございます。あと後ろの屋内練習場の方でもあのティーバッティングだったりとかの練習を行っております。あとこちら中継車といいまして、あのビジターチームがこうバスでですね、入庫する場所がこちらとなります。近いチームの選手は比較的自家用車で来られる方が多いんですけども、こう遠方のチームのビジターのチームはこちらの方からですね、バスの方で球場内に来ております。そういった場所がこちらと屋内練習場になります。はい、では皆様大変お疲れ様でした。1時間というすごく短い時間ではありましたが、普段こう見ることのできないエリアであったりとか、オフシーズンでしか入れないような場所に本日はご案内できたと思います。こう皆様ですね、あの横浜スタジアム、こう
観覧にいただけた方多いと思うんですけども、また来シーズンですね、こう今日の見学を踏まえてですね、こう違った見方であったりとか楽しみ方ができると思いますので、皆様こう来シーズン以降もですね、横浜スタジアムにぜひ遊びにいらしてください。そしてですね、こう17日までボールパークファンタジアの方は開催しておりますので、昼と夜で違ったコンテンツ楽しめますし、先ほど少ししか行けなかったディスカバリーデッキの方ではですね、オイスターバーであったりとか、夜間は500円の料金かかりますが、そちらから夜景の方も楽しむことできますので、球場内そして球場外でもお楽しみください。そうしましたら皆様、本日はですね、高橋と軽部でお送りしました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。